コンシューマー・ジェンナー・イテッド・メディア、コンシューマー・ジェンナー・イテッド・メディア、コンシューマー・ジェネレーティッド・メディア、略称、CGM は、消費者が、生産者となる生産消費者により制作、提供される作品、メディア・コンテンツの不作である。同概念の用語として、ユーザー・ジェンナー・イテッド・コンテンツ、ユグック、ユーザー・クレイテッド・コンテンツ、UCC がある。 日本語では消費者生成メディアユーザー生成コンテンツ、使用者制作、コンテンツと訳される。GCMUGUCC などの用語は2000年代中ほどの Web2.0 の流行とともに使われるようになった。Web2.0 はワールドワイド Web のコンテンツの提供、受領の立場が流動的に変化する概念を表した用として使われ、生産消費者によるコンテンツは ブログウィキ SNS、動画共有サービス E コマースなどのウェブプラットフォームのコンテンツで用いられた。タイムは2006年のパーソン・オブ・ザイヤーにウェブ r に w 2 0のコンテンツ制作者 U を選出した。消費者から消費者へ製品、サービスを提供する商業プラットフォームは c ン n ーマー・トゥ・コンシュー s u と呼ばれる。インターネットが普及する以前における生産消費者によるコンテンツとして 大規模、大容量の辞典、オックスフォード英語辞典がある。1857年、ロンドン言語学協会のは、オックスフォード英語辞典の未登録の用語を保管するために、世界中の英語圏から公的貢献を求め、読者による貢献を反映した辞典の編集を実施した。辞典の編集は、何十年も続き、非常に多くの読者からの貢献が辞典に反映された。 1990年代初頭、インターネットが構築された時代の生産消費者の情報蓄積の基礎プラットフォームはニュースグループであった。ニュースグループ利用者は掲示板へ自身の知っている情報を投稿し、利用者が投稿したテキストはニュースグループのアーカイブとして蓄積された。ニュースグループは分野ごとにサブカテゴライズされており、分野ごとの蓄積情報は ナレッジコミュニティを構築した。1990年代中ほど以降は、インターネットのプラットフォームにワールドワイドウェブが登場し、ナレッジコミュニティのプラットフォームはニュースグループからウェブサイトへ移った。ウェブサイトは HTML で記述されたウェブページを通して情報を配信し、インターネットサービスプロバイダーが個人にウェブサイト空間を貸し出すことで、 個人ホームページや個人 BBS が登場した。ワールドワイドウェブの登場により、ニュースグループの利用者は減っていたが、いくつかのニュースグループで蓄積された投稿テキストは、HTML に変換されて、ウェブサイトとして公開された。例えば、1990年代に始まったニュースグループ、レック、アーツ、ムービーズは、映画情報サイト、IMDB の基礎となっている。 2000年前後、インターネット空間の情報交流をエンドユーザー同士で直接的に行う SNSWiki、動画共有サイトファイル共有ソフトウェアなどのネットワークプラットフォームが活用され始めた。Wiki や画像、動画共有サイトは、ウェブサイト閲覧者がテキストや画像、動画を投稿することで、ウェブサイトのコンテンツを拡充させる生産消費者によるウェブサイトである。 ファイル共有ソフトウェアは P2P でエンドユーザーからエンドユーザーへデータを送受信するアプリケーションである。また、個人のウェブサイトの活用方法にも変化が現れ、個人のウェブサイトで特定分野のウェブ情報を記録、ログするウェブブログが登場した。初期のブログサイトは、ウェブサイト URL をリストでまとめた URL 一覧であった。 ブログサイトの掲載内容はよりウェブサイト閲覧者に便利であるように、ウェブサイト URL に加えて、パーマネントリンクサイト運営者コメントサイト訪問者、コメント HTML、マークアップソト URL 掲載日などをブログの一記事に記載するよう改良された。特定分野の情報が収集されたウェブサイトは、インターネット利用者にとって便利であったため、ブログサイトは多くの個人サイトで利用された。 2005年、ティム・オライリーはで Web2.0 のあり方を提唱し、Web2.0 では生産者と消費者が流動的に立場を入れ替えて、エンドユーザーからエンドユーザーへ Web コンテンツが提供される印があると述べた。この発表以前にも生産消費者コンテンツの Web サイトは多数存在していたが、Web2.0 というブランディングでまとめられることで、それらの Web サイトは広く認知された。 2006年、タイムは、パーソン・オブ・ザ・イヤーに、Web2.0 の、エンドユーザによる、エンドユーザのためにコンテンツを制作、提供する、コンテンツ制作者、U を選出した。従来の生産者から消費者へ、製品、サービスを提供する、商業プラットフォームが、B2C、ビジネス2コンシューマーと呼ばれるのに対して、消費者から消費者へ、製品、サービスを提供する商業、 ブラトームは C2C コンシューマー2コンシューマーと呼ばれる生産消費者によるコンテンツの登場によりアマチュアによるメディアをサポートする企業の役割はコンテンツ制作からコンテンツ提供へとシフトしていった例えば動画メディアでは2000年代初頭はアドビフラッシュなどのコンテンツ制作をサポートするツールの提供が流盛していたが2010年代には YouTube などのコンテンツ提供をサポートするプラットフォームの提供が流盛している。生産消費者によるコンテンツは主にインターネットを通して提供される。提供プラットフォームには、ウェブサイト運営者が主体を挙げて、コンテンツを提供するブログポトキャスト、ウェブサイト利用者が知識、情報を投稿する BBSQ&A サイトレビューサイト、ウェブサイト利用者が サイトコンテンツを自由に編集するウィキ、ウェブサイト利用者がコンテンツを投稿する音楽、動画共有サイトなどがある。また、コンテンツ自体はインターネットを通して配布されるが、そのコンテンツはアプリケーションゲーム内で利用される、アドオンもっと環境などがある。ブログポッドキャストはテキスト、音声を配信する個人運営のウェブサイトに適した提供プラットフォームで、コンテンツ提供者は、 特定分野の主題に対して記事を執筆、録音してウェブサイトにこう掲載する。ブログはテキスト及び画像、音楽、動画を記事にして読者へ情報を提供する。ブログでコンテンツ提供する生産消費者はブロガーと呼ばれる。ポッドキャストは音声コンテンツで読者へ情報を提供する。コンテンツの更新は RSS で通知することが多く視聴者は RSS リーダーでコンテンツの更新を知ることができる。ブログポッドキャストの提供形態は定期的に発行される新聞、ラジオの提供形態に似ており、企業運営の報道サイト、情報配信サイトや市民ジャーナリズムサイトでも利用されている。BBS は特定の主題の話題を利用者同士で会話するコミュニティである。ウェブプラットフォームの流行以前はニュースグループ、 NNTP でテキストで利用者同士が交流していたが、Web プラットフォーム HTTP HTML が流行したことで、マークアップテキストや画像も扱える BBS が使われるようになった。画像ファイルがアップロードできる BBS は、画像掲示板とも呼ばれる。ニュースグループと同じく特定分野の話題を主題に利用者同士で意見を出し合って交流する。BBS に投稿された。 テキスト、画像のアーカイブが一つのコンテンツとして、キュレーションサービスなどより取りまとめられて、再提供されることもある。同様に、Q&A サイトレビューサイトは、主題の話題へ、サイト利用者が主題に対してコメントを投稿するコミュニティである。利用者同士の会話ではなく感想、評価の投稿が主観にあるが、ウェブサイト利用者が知識、情報を蓄積する。 ナレッジコミュニティとして同じ特性を持っている。Wiki はユーザー共同作成の集合値を構築するナレッジコミュニティとして効率的なプラットフォームである。6.Wiki 利用者はウェブサイトに掲載されたコンテンツ、テキスト、画像、音楽、画を編集し、ウェブサイトをより優れたコンテンツを提供するものに改善していく。従来ウェブサイトでは サイト運営者が掲載したコンテンツをサイト閲覧者が一方的に受領するだけであったがウィキではサイト利用者が編集したコンテンツを提供、受領することができる。画像共有サイト、音楽共有サイト、動画共有サイトなどのホスティングサイトは利用者の制作したメディアコンテンツのアップロードと掲載、配信をする。動画コンテンツは ライブストリーミングサービスで配信されるものもある。それらのウェブサイトサービスでは利用者は自身の制作するメディアコンテンツを提供、配信する。動画共有、配信サービスはテキスト、画像、音楽を包括的に扱うことができるため、静止画をスライドショーのように加工して動画コンテンツにしたり、音楽に静止画をつけて動画コンテンツにしてテキスト、画像、 音楽を動画コンテンツとして配信することもある。動画共有、配信サービスはその高い汎用性から、様々な種類の生産消費者によるコンテンツの提供に、利用されている。ウェブサイトサービスへアップロードしたコンテンツは、そのウェブサービス運営者の定める利用許諾契約に、従って、コンテンツ生産者、コンテンツ消費者はコンテンツを提供、受領することにいる。ただし、 著作権は生産消費者のもとにあり、Web サービス運営者が無断で生産消費者の制作したコンテンツを利用することは認められていない。Web サービス運営者を介在させず生産消費者がコンテンツ提供する場合は生産消費者がコンテンツに適当なライセンスを課すことになるが、そのための汎用ライセンスとして、オープンライセンやクリエイティブコモンズライセンスなどがある。 生産消費者によるコンテンツには多様な種類のコンテンツが存在する。コンテンツクリエイターがコンテンツを制作、提供することのメリットは直接的ではない。利他主義、社会主義、物質主義などの複数の観点からコンテンツを制作、提供する動機づけには様々な理論がある。コンシューマー、ジェンダーイテッドメディアの利用価値は高く。 コンテンツプロバイダーはその動機を促して、コンテンツクリエイターに制作、提供を促進している。この動機は暗黙的、明示的な動機に分けることができる。暗黙的な動機は具体的な背景に基づいていない。最も一般的な暗黙的な動機は社会的な動機である。この動機はユーザーの所属するコミュニティの活発な参加者の気分を良くさせる。 フェイスブックのフレンドやツイッターのフォロワーなど、ユーザー同士の関係を良好にする。社会的な動機は、他者とコンテンツを共有するフェイスブック、ツイッター、ユーチューブなどのコミュニティで、ユーザー同士のつながりを構築する側面もある。ユーザーは、a m a z o n .com や、e a y などのコメント欄で、製品情報、販売者情報を共有し、特定の製品、サービスの評価経験を蓄積する。 その経験蓄積はユーザーが消費者となる際により適切な製品を選択するためのを向上させる。他に挙げられる社会的な動機はコミュニティ内のステータスバッジレベルがあり、ユーザーが特別な権限を伴っているか否かに関わらず一定条件の達成によって得られるものである。ヤフーチ恵袋はこの種の社会的な動機を促す一例である。社会的な動機は コンテンツプロバイダーのコストをほとんど必要とせず、プラットフォームの大きな成長を促進することができる。しかし、社会的な動機によるコンテンツ制作、提供の促進は、その効用を発揮するためにはコミュニティがある。程度成熟している必要がある。明示的な動機は、具体的な報奨に基づいている。報奨は、例えば、金銭的な支払いコンテスト出展。 クーポンポイントプログラムなどがある。明示的な動機は、コミュニティの規模に依存することなく多くの人が容易に理解できる植物的な価値がある。カナダのショッピングプラットフォームであるウィシャービーやアメイザーン・マッキャニコル・ターックは、金銭的な報酬を与えることで参加者へ、明示的な動機を促している。明示的な動機の欠点は、利用者がその報酬を主観に参加することになることで、 最終的にはその動機のみが唯一の参加理由になってしまう可能性があることである。そこに依存してしまうと社会主義、利他主義の動機づけを減少させてしまい、報酬を用意するコンテンツプロバイダーのコスト増加を必要とすることとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。